さあ、ね、闘撃でも見られるようなカードなんじゃないでしょうか、このカード。間違えちゃった、うん、間違えてキャラ選んじゃったっていうね、話ね。で、お互い精神統一をして先にキャラを選択したのは井上、しかし小川はさらに精神統一、残り3、2、1ですよね。さあ、キャラ相性的には終わってるんですけれども、それはプレイヤーのスキルとセンスで何とかしてほしいのがギルティギア。さあ強気にいったのはセソル、タチ系カウンターが繋がらないが、状況的に一気に攻めに行く、回る。さあここからエディオさん、エディオしっかり壊して、さあ強気に行くが超ドリル、そして画面端、こうなってしまうと小川がいつ投げに行くの、キンバースト、しかし座ったところに投げ、分隊がいないからホルト張ってれば逃げられます。超ドリル、そして分隊登場、さあ逃げられない、昇竜ぶっ放す、これはいい昇竜、しかしまだ分隊がいるからこうなってしまう、これは終わりですね。セイ、おっとガードする、ガンブレまだあるか、これ体力的にはワンコンボ分といったところ、捕まえられればまだありえる、分隊壊して、これはもうカウンター覚悟ですよね。さあ分隊を壊すもダウンを奪われてしまう、セソル側またダウン、画面端、そして登場エディ、伸びる伸びる伸びる、昇竜で崩す、そしてエディもいない、これはチャンス、伸びる、なぜかもういる、しっかりガーフに持ち込んで、これはダウンバーストで回避、しかし耐えらねえ、体力的には相当不利、投げ返して勝利が出なかった、てか多分重なってなかった、こうなってしまうと削り切られてしまって、やっぱり小川は強かった。